secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up. Ooh, I'm a real one, my day one. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money, then save up. 10 to 80, my save up.7つの大罪の一人を追い込んだとあれば相当な手柄。そうなれば俺もいよいよ聖騎士見習いに。なんだ、どうした。豚が突進してきます。来るな。山猫の悲劇師団、油断するな。油断するな。こらこら、7つの大罪を探してるんだ。セ
聖騎士たちを止めるためです。聖騎士を止めるって何から？聖騎士っていや、このリオネスを守る騎士の中の騎士、英雄だろうが。でもその彼らがこの国に戦をもたらそうとしていたら、先日聖騎士たちの手により国王以下王族の者たちが次々と拘束されました。国王は病気で伏せってんじゃねえのか？それは聖騎士たちが流したデマです。彼らが何のために戦を始めるつもりなのか分かりません。ただ王国と周辺の町や村から人々を強制的に集めては着々とその準備を進めています。じきにこの辺りにも影響が及んでくるでしょう。マジかよ、大変だな。で、のんきだなおめえは相変わらず。でもさ、それと七つの大罪とどうつながんだ？唯一聖騎士たちを止める希望があるとすれば、七つの大罪だけなんです。ここにあった人間かどうか確かめるのを忘れてあった。決定、身元不明者2名死亡ってことでいいかね。お前たち何を勝手に生きておる。わしの死亡決定を変更するでないわ。勝手に決定すんな。してどちらが七つの大罪とおぼしき人物か。どちらも手配書とは似とらんようじゃ。これはわしも運がいい。その耳飾りの紋章は王家のものだ。つまり御身は決定、エリザベス王女。エリザベス王女？エリザベス王女っつったらこの国の第三王女様じゃねえか。御身には王国から捜索指令が出ておりました。生きたままトライオとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょうな。おお、決定、事故死。
任決定。フルカウンター。俺の勝ち。エリザベス、おい、どこ行くんだよ。逃げ切れません。お前、諦めるわけにはいかねえって言ってただろ。私がおとなしく投降すれば、あなたの命をむやみには奪わないはずです。ちどの道ありゃ俺たち両方殺す気だぞ。どうして、私嬉しかったんです。たった一人で七つの大罪を探す旅に出て、旅なんてしたことなくて、すごく不安で、正体がバレないよう着慣れない鎧でクタクタになるまで歩いて、けど誰を頼ることもできなくて。なのにあなたはどこの誰とも知れない私に優しくしてくれて、だから私は名も知らないあなたをこれ以上巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺の名前だ。そんな、あなたは、だってそのシンボルは獣の、いえ、ドラゴンの。どういうことだ。わしの剣は確実にこやつを仕留めた。だが一撃をもらったのはこのわしじゃと。なんだそれは。俺の剣。待て、貴様の顔には見覚えが。いや、だとしたらなぜ昔と姿が変わっていない。俺が誰だか分かったか。まさか本当に貴様。決定。この尋常ならざる力は、あの伝説の。七つの大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス。これで一人目が見つかったわけだな、エリザベス。残りの六人のことなんだけどさ、俺も用があって最近あいつら探し始めたんだ。情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら、客も情報ももっと集まるんだがな。え、一緒に行くだろ。はい。ツイゴ様、しっかり。王国に増援要請を。これは一大事だぞ。行くぞ、次の町へ。出発だ、ホークママ。
エリザベス！Yeah!
豚の帽子でやろう。
今日は何の祭りだ？はあ、これが祭りに見えるか。聖騎士様が突き立てた剣を引き抜こうとしてんだよ。聖騎士が剣を？なんでまた？先日聖騎士様の怒りを買ってしもうてな。その方の魔力を帯びた剣が村の地下水全体を封じてしまったんじゃ。聖騎士様の剣を引き抜けるとしたら聖騎士様のお力しかない。村の者には言いにくいが、この村はもうおしまいじゃよ。ああ、みんなして何情けねえ声出してんだよ。俺のたちの七つの大罪にかかりゃそんな楽勝だぜ。コレミード、一体誰のせいでこんな目に遭ってると思ってるんだい。
Some bacon, so I had to go to his big brother's house. And I blew that thing down. Little Red Riding Hood didn't ride home, so